はい、デモクラテレビでは東京五輪開催の特番を YouTube で無料放送します。タイトルは COVID-19 は災害だ。ゲストは日本女医会理事でペインクリニックを東京銀座で開業なさっている青木雅美さん、そして日本女医会の前会長で現幹事国際婦人年連絡会世話人の前田芳子さんです。よろしくお願いします。青木先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お二人は東京で4回目の緊急事態宣言が発出された7月12日東京の日本外国特派員協会で記者会見し、改めて五輪中止を訴えました。この会見には性暴力に抗議するフラワーデモの呼びかけ人の一人で出版社エトセトラブックス代表の松尾明子さんも出席しました。皆さんは6月からオンラインで抗議リレーを続けていらっしゃいます。まずはお二人にですね、今回の会見で最も海外のメディア特派員の方たちに訴えたかったことは何でしょうかということを伺いたいと思います。はい、じゃあ私の方から、はい、申し上げたかったのは、はい、この今日の表題とまるっきりなんですけど、はい、この COVID-19 というのは人類の最大の、今までの人類史で最大の、パンデミックなんですね。パンデミックって世界同時に起こっている大災害なわけなので、この大災害の中でオリンピックを開くということのリスクを全く考えないで突き進んできてしまった日本と IOC、 これが非常に危ういし、もうこの後よりこのパンデミックが拡大する、そんなことは誰が考えても分かることなんです。ところがいつの頃から日本は、日本の国の偉い人たちも、あとはマスコミの方々も、なんだかそれを全く無視して突き進んできてしまって、人々はそれぞれにおかしいなと気がついているんですけども、なんか言葉にならないこの非常な不安の中で、今日まで来てしまったということで、とにかくもうこれ以上日本は引き受けられません。オリンピックはもとよりこれ以上患者さんが増えること、それからもう一つはこの東京がエピセンターといって、この COVID-19 の患者さんが世界各地から来ることによって、まあ、この方たちが競技が済んだらお帰りになる、お帰りになった先でパンデミックがより進むということは、今まで少し収束してきた国々もあったのにまた広がるよねと、この広がったリスクは日本が実は引き受けないと本当はいけないんですね。おそらく今後そういうようないろんなことが、まあ一番最悪は提訴されるみたいなようなこともあり、そうでなくてはその人類史の中で貴重な汚点になる。ですからその手前で止めましょう。この、全世界から人を集めて、しかももう数万人の規模で人を東京に集めてオリンピックをやってる場合ではありませんと、これは人類 のタブーですということをお話ししたくて、私は会見に臨みました、海外からウイルスが持ち込まれる可能性もあるんですけれども、逆に日本でウイルスに感染してそれを自国に持ち帰ってしまうと、そのリスクもあるので、せっかく収束していた国がまた感染、いわゆるリバウンドになる可能性もあるということなんですね。日本でやるからには日本の国民は、まあ一応今回は全く、オリンピックの可否についてはいわゆる私たちが思っている民主主義は全く機能しないで進んでいってしまいました。一般の人たちはノーと言ってる人たちが圧倒的に多かったわけです。だけども海外から見たらそれは日本は独裁国家ではなくて民主主義ですから、日本の
国民がこれを選んだことだというふうに受け取られるので、これは連帯責任ですね。でこれを止める術は私たちに実はなかったんですけれど、なかったんですけれども、一応その、これを止めなくてはいけなかったのが止まらなかったんですから、私たちは甘んじてこの責任は、つまり日本の人たちがたくさん感染してしまうというのは、どんなにたとえひどいことになったとしても甘んじて受けなきゃダメだと思うんです。それは一応民主主義でしたから。けれども海外の人はそうじゃなくて、日本というのはものすごくきちっとした国だし、このパンデミックの中でお客さんを海外からこれだけ呼んでやるんだから、ものすごくしっかりと日本なら管理をするだろうと。何しろ新幹線がね、5分おきに発着をする、正確に発着をする国ですからね。だからみんなそういうふうに思っていらっしゃってるわけですよ。だから来てみたら、あら、こんな穴だらけだったのっていうふうに、今の海外のメディアの人とか選手の人とか思ってらっしゃると思います。でもそれはもう来ちゃったからもうしょうがないじゃなくて、まあ、あなたたちそれを承知で来ちゃったんでしょうでもなくて、いえいえ、最後まで日本は何があってもその方々の国々に迷惑かけるわけにいきませんから、そこはしっかりと私たちは今からですね、これが放送になってから、そっか、もしかしてすっごい世界中に大迷惑をかけてしまう、でここでパンデミックのフェーズが変わってしまう契機に、トリガーになってしまうんではないかということをもう一度改めてみんなで考えていく必要があるし、それに対しての対策は何も打っていないですけど、ちゃんとしていかないと日本は国際社会の中で生き残っていけないんではないでしょうかね。はい。で、前田先生は、はい、海外のメディアの方にどのようなことを訴えたいと思います？まあね、青木先生の方からも、日本ってすごくしっかりしてて、っていう話がありましたけれども、多分ね、海外から見ると日本の医療のレベルはまあ結構高くて、で医療体制もしっかりしてるだろうというふうに、もうそういう整備がすごくされてるだろうというふうに思われてるんじゃないかと思うんですよね。でも実際にはそんなに日本の医療体制って強くなくて、むしろ弱いところがたくさんあって、で例えば急に感染の人が増えた時にですね、入院できなくて自宅で亡くなった方もたくさんいましたよね。それからもう検査すら受けられずに、亡くなってしまって、で後で調べたらコロナに感染してたっていう方も何人も実際にいらっしゃったと。まあ実際本当に急激に患者さんが増えた時に対策が十分、まあ本当に最初は仕方がなかったと思うんですけども、1年半も経っていまだにそんなに状況は変わっていないと思うんですよね。で、まあ、毎日のように例えば専門家会議の方たちが話し合いをしたりしてると思うんですけども、でもじゃあ具体的に何か対策を取ってるのかといえば、まあ、毎日感染者の数を確認したりとかですね、ベッドがどれぐらい埋まっているかを確認したりとかしているだけで、検査の数も増えないですし、前に進んでいる感じがないですよね。だからこれで、まあ海外からたくさんもうすでに入ってきてますけど、海外の方たちが日本に来て、で、感染者が増えていった時に、まあ海外の方であろうと日本の方であろうとですね、患者さんが増えていった時に、まあ、それに対応するだけのまだ十分なシステムができてない。でそこに加えて今ワクチン接種にですね、皆さんすごく尽力を割かれている、そしてこの猛暑でこれからどんどん熱中症の患者さんが増えていくわけですよね。でもそうなった時に本当にそれを全て治療したりするだけのパワーが残っているのだろうかということですよね。そうですね、はい、なので急激に患者さんが増えて、もう日本人だけでなく海外の方も入院して治療を受けることが本当に果たしてできるんだろうか、そんなところに、ね、来てすごく不安ですよね。言葉も通じないところに来て、そうですね、なのでやはりですね、まあ、こんな状況で
たくさんの人が集まることはやはりすごく危険なことだということを、はい、まあ、訴えたかったんですけども、もうすでに、開幕を直前にしてたくさんの方が入ってきてしまっていて、もうすでに熱中症の患者さんもどんどん出てますし、はいはい、まあ、これからどうなるのかということは非常に不安ですよね。もう選手村でも感染確認されてますよね、はい、あとオリンピックの目的で入国したけれどもその後競技に出ないということで行方が分からなくなってしまったっていう方もいらっしゃるので、もう早くも混乱が起き始めている感じがしますね、はい。でお二人は6月からオンラインで講義をされているんですけども、これはもともとどういう形で集まったんでしょうか。もともと最初の6人っていうのは私の友人です。全員私の友人で、それで、なんとかしないとダメなので、まあ、初めて会う方もそうでない方もいましたけども、とにかくちょっと集まって、今ズームですから、はい、遠くでみんなで集まったりする必要がないですから、うん、とにかく一回やろうよと、でやり始めましたらばその反響も大きかったですし、はい、毎回毎回話題が尽きないです。で、いろいろなゲストをじゃあ今度呼んで、はいはい、ということでもう7回目が終わって、はい、明日が8回目ですかね。来週火曜日ですね、はい、夜さってです、ね、20時からもういろいろなゲストも来ていただいて、大体6人ぐらいですかね、ですから相当な数も30何人来ていただいてるんです。そうすると医療界やフラワーデモの方たちだけではなくて、いろんなさまざまな方が、はいはい、例えばどんな方がいらっしゃいますかね。例えば歴史的にずっと、オリンピックがどういう歴史で歩んできたのかを研究してらっしゃる大学の研究員の方とか、あるいは現在の、オリンピックのこの、まあ、何でしょう、スタジアムの立ち退き、ね、スタジアムに関しての立ち退きをからもずっと反対していらっしゃる方とか、もう本当さまざまな、あと、まあ、教育者の方々ですね、子どもをオリンピックの観戦にっていう話があって、ね、まあ、だいぶキャンセルしている自治体もあるみたいですけれども、まだ中止にはなっていなくて、まあ、その子どもを引率する立場の人たちからの反対の声とかですね。そうですね、まあ、そもそも東京で今この時期に五輪かっていうことがありましたよね。東北の震災の復興もまだ途上の時にっていうこともありましたよね。あとそれに今回のウイルスの問題が覆いかぶさってきたということで、余計ですよね、まあ、1年延期されたとはいえ、もっともっとこう長期的に構えないといけない状況だったのが、まあ、開催ありきで突き進んでしまったということですね。これは推測で結構なんですが、どういう理由でこうなってしまったのかなんですがね。どういう理由で、開催ありきで、もう実は私は個人的に随分オリンピック関係者が私のクライアントにいらっしゃるんですね。だからどの部分にいらっしゃるというのをちょっと今日割愛させていただきますけど、いろんな関係者の方がいらして、まあ、その様子から安倍政権がもう、もう安倍さんがお辞めになるかなり前から、安倍さんは東京オリンピックに対してあんまりもう希望を持ってなかったんですね。いや、海外のパンデミックあんまりもひどかったんで、そういうことからだったと思うんですけど、で、まあ、菅さんにバトンタッチされて、その関係者の方は今まではお休み休んでたっていうか、あまり活躍なさってなかったんですけど、急に活躍なさるようになって、どうしたのって言ったら、菅さんは絶対やりますっておっしゃるんで、菅さんがやる気があるんだと。要するに安倍さんは辞める頃はやる気がなかったんですけど、辞める随分前からやる気がなかったんで、菅さんだったらいきなりやる気になっちゃってスイッチが入っちゃった。ただ私はもうその時には
パンデミックだから絶対無理と思ってましたし、そもそも私がオリンピックにずっと反対していたのはこの真夏開催ですね。もう全然もうこんな時期にやるべきじゃないし、毎年夏っていうのは東京とか横浜とか大都市では軽く医療崩壊をしてました、うん、というのは、熱中症で例えば夜お年寄りとか急に急変して、で救急車を呼んでももう全然すぐに入れなかったんですよね。ねっていうのはうちは話なんですけど、去年うちのおばがちょうどお盆の頃倒れまして、どこにも持っていけなくてっていうようなことがありました、ねね、ですから夏っていうのは本当に毎年そうだったにもかかわらず、ね、まあ、高齢社会になってますからお年寄りが救急で運ばれるというのは大変難しくなりつつあったところに持ってきて、オリンピックをこの気候でやるなんていうのは何を、まずエントリーした時から何を考えてるんだろうと思いましたら、まあ東京に決まってしまった、いい気候だっていうことだったんですよね、はい、日本はこの時期いい気候だ、そういい気候だって しかも覚えてらっしゃいますかね、気象庁って霞が関じゃないや、大手町なんですけど、大手町の百葉箱を北の丸公園の中に移したんですよ。ですからその時点で大体都心の東京都の気温は2度から3度は低く出ている中での、はい、五輪誘致だったんです。だからですね、もう私はもうその時点でなんでこんな分かりやすくこう嘘つくのじゃないですけど、そこまでして五輪をその、この炎天下の中にやるっていう、その気持ちがわからないと言いますか。そうですね。もう医療者としては大体ね、大きい病院だってみんな夏休みなんですよ、はい、ドクターだってナースだってジムさんだってみんな休むんです。ですからもうフルバージョンでやってるわけではないでしょ、もともと夏っていうのは。そこにオリンピックが来たらどうなるんだろうっていうのはもう大体分かっちゃいますよ ね。もう破綻は一番初めからしてるの で、はい、前田先生はこの五輪ありきで突き進んできたその背景にはどんなことが考えられるんですかね。まあ多分一番最初にその1年延ばした時には多分安倍さんは自分の任期を考えてたんだと思うんですよね、それ2年にしなかったっていうところですね、多分森さんは2年ぐらいというふうなことを言ってたみたいなんですけども、安倍さんはやっぱり自分の任期中にやりたかった、最初はですよ、たんだと思うんですよね。でもやっぱりなんかだんだん状況的に悪くなってきて、まあ、さっきの話だと、まあ、ちょっと最後の方はあんまり気持ちはなかったっていうことだったんですけども、でもやっぱり、まあ、そもそも多分その、まあ、今回に限らず、やっぱり五輪ってちょっとそのやっぱ政治利用されてると思うんですよね、どこでもね。なので、まあ、やっぱりそこにそのいろんな理由で、まあ今の状態になってるんだと思うんですけど、まあ、その裏にはまあ常に政治があるんじゃないかなっていう気はしますよね。それが、まあ、総理大臣が変わっても、まあ、何らかの形で、まあ、今近々ある選挙であったりとか、はい、まあ、いろんな理由で政治的に使われるっていう状況にあって、もうやめられないっていうことなんではないかなと私は思いますけど、ね、ということは、はい、人々の命よりも、この政治日程なり、自分たちの都合を優先させたっていうことになるんですか、言い換えればそういうことになる、ね、そういうことに見えますけどね、私には、はい、そうですね、はい、で、青木さんはその災害と医療を結びつけた活動をなさっていて、東日本大震災でもさまざまな活動に取り組んだ、東日本大震災というか、もともと私は阪神淡路大震災に医療ボランティアに行きまして、はい、そこで、まあ、初めて、私は1958年生まれなんですけど、ああいうその混乱した現場というのを見たことが、体験したことがなかったんですね。でその
あの震災の週に行きまして、本当に驚きまして、やることが山とあったんです、でその後の神戸の復興に、まあ、少し関わりながらずっと来たんですけど、そのやつでずっとあの私は東京生まれで東京育ちなので、やはり首都直下地震、はい、関東大震災はどんなだったのかというのを、親とか親戚から聞きながら育ってきましたから、やはり一番それが頭に浮かんで、あの災害が起こった、つまりあの災害が起こった後に活躍するあの医療とかそういうことには私はあまり興味がなくて、あのこの社会がどうなっていくのかとか、何をしなくてはいけないのかというようなことに非常に興味がありまして、どういうふうに復興していくのかとかね、それがまず、ないと、おそらく大きい町で災害があればあるほど大混乱になるんですよね、っていうようなことで、あのもともとこ の、災害とのつながりがありました。でその災害の頭で考えると、COVID-19 というのは人類が初めて同時多発的に全く同じ苦しみを味わうという大災害なんですね。でこれほどその例えば世界 大戦とか第一次第二次も含めて、これだけ同じも、なんて言うんでしょうかね、あの同じ危難、危難ってそ の、あの災害で、人々が悩み苦しんでこう正解を求めていくという行動を初めて多分人類は共にしてるんですね。でこのインターネットの時代ですから、どこかでいい対策を見つけたらば、まあ、あの医学的な論文とか科学的な論文も全部そうですけど、全部無料開放してみんな世界中であのその知恵を共有しようねとか、あるいは政策もこれいい政策だから真似しようねってことを、例えばヨーロッパとかすごくやってるんですよ。あのワクチン開発にしてもそうなんですけれども、まず危険も多いけれども一応やってみようねっていうのは、かなりのコンセンサスがやっぱり政治的にあってのことだったりするんですけど、日本はですね、当初アジアで、アジアというのはヨーロッパに比べると非常に初め少なかったんだけど、アジアはもともとかなり優等生で、周り、まあ中国にしても韓国にしても台湾にしても非常にベトナムにしてもとってもコントロールされてたのに、それはちっとも真似しようとしなかった。でその根底には何があるのかって考えると、やはり東京オリンピックがあるんだと、つまりこ の、あのパンデミックを非常にあの、浅く見積もったというか、小さく見積もってリスクを全く取らないことを是としてきてしまったんだろうと思うんですね。なので余計日本ではこのパンデミックというのが今後ですね、急加速度的に大災害になっていくだろうな。そうですね。あと怖いのはですね、このウイルス下でですね、また地震や津波やそんなものが起きたらどうするんだという、これも非常にリスクありますよね。はい、で特に東京は先ほどおっしゃったように首都直下地震は明日起きてもおかしくないと言われてますからね。あの現にここ2、3日南海トラフ領域が増えていますね。それともう一つは相模トラフの辺が増えていると思います。ただその東京オリンピックの組織委員の方々にちょっと聞くと、その地震対策は知ってるって言うんですよ。もう何回も会議でもう何十回も話してるから大丈夫っておっしゃるんですね。そうなんだ。でも話し合っているだけで、はい、っていうかよく知りません、ね、どのレベルなのか、ね、どのレベルで話してるんですかってお聞きすると、それも喋れないけど、はあ、あのこれを一生懸命考えてる人はちゃんといるんだとおっしゃるんですね。そうなのかなっていうか、そういうじゃあその考えてる人がじゃあ COVID-19 はどうするのよっていう話を振ると、でそれは担当が違うからとおっしゃるんですけど、もう全然よく分かんないんですけど、この地震のことについては考えてる方、あの何回も何回もこれはあの
会議で話されてるらしいですよ。あ、そうなんですか。私2回違う人に、あの確認しましたけど、お二人ともそうおっしゃってました。それはコロナ禍で地震が起こった時のことを考えてるっていう意味なの、知りません。私は知らない。そこまでの深いコメントはいただけなかったんです。そうですね。でも地震でなくてもですね、もう今この異常気象で、もうこのね、この間のあの熱海もそうですけども、はい、あの旧ね、西の方でも、もう年中災害が起こってるわけじゃないですか。ね、そういうことを考えると、まあ、常に二重三重の災害が一緒に起こってくることは、まあ想像できることですし、まあはっきり言ってね、さっきあの非常に低いリスクを取った日本はねって青木さん言ってましたけども、あのやっぱり常に最も大きな災害を想定して準備をしなければ、それでも追いつかないことはあると思うんですけども、もう絶対に救えないですよね。それが最も低いリスクを取った時に一体どうなるのか、そうですね、まあ、災害はよく最悪の事態を想定して、まあ、ハザードマップもそうですけれども、皆さん対応を考えるわけですけれども、今回それをやっているとはどうも思えない感じがしますよね。全くやってないですよね。あの最悪の想定が もしあるんなら国民に見せるべきでしょ。ああ、そうですね。だからプラン A しか、プラン A でしかも、突進型しか見てないわけです。何を聞いても一番初めの頃は、今でもですけど、安心安全な、いやいや、それを繰り返されるからこそもっとどんどん不安になっていくのに、そこも分かってないですよね。ですからそのリーダーがあのこういうあのリスクもあの分かってます、だからこういうのが来たらばこういうふうにします、こういうのが来たらこういうふうにしますから、だから安心してくださいっていうことを何もおっしゃってない、これだけおっしゃらないとないんだと私たちは理解しますよね、当然。そうですね、うん。で、今日はあの青木先生は赤いこの T シャツ着てくださいましたけど、はい、これノーオリンピックス、そうですね、はい、この T シャツはあの特注だし、この特注というか、普通にネットで売ってるものなんですけど、そうなんですよ、でもところがですね、その後これで記者会見に臨んだらですね、この作者の方からご連絡をいただきまして、私の友人の友人だったんです、それで、すっごく嬉しいと、あの記者会見のあの動画見れますから、ぜひ、あの全部長いから見なくていいんですけど、前田さんが始まるところだけ見ていただきたいんですけど、初め前田さんは白いジャケット着てるんですよ、なんですけど私 の話が終わって、はい、じゃあ次前田さんどうぞって言われた時に、彼女は脱ぐんですよ、脱いでそれで始めるんですよ、もうね、もう勝負に来たっていう感じで脱いで、それがもう私はあ、すごい本気や、いや本気やって言ったらおかしいんですけど、でそれがもう大変に印象深かったという友人も言ってましたけれども、あのこの T シャツがそうですね、やっぱり意思表示としてはね、T シャツは一つの手段ですよね、いろんなことに活用できますけどね、素晴らしいね。で、まあ、お医者さん、医師の中では医師全体では女性は2割けれども、看護師さんや準看護師さん、看護師さんを含めると9割はもう女性ですよね。非常に多いですね、女性ね。で、このコロナウイルス禍で医療の現場、特に女性たちはどのような状況になっているんでしょうか。そうですね、あのやはり、まあ、医療っていうのは本当にコロナだけではないので、あのやっぱり看護師さん、特にまあ、医者も大事ですけども、医療ってすごく看護師さんの存在が大きいですよね、まあ、本当に一番患者さんと接して、ケアをしたりとか話を聞いたりとか、あのアドバイスをしたりとかっていうことは非常にあのたくさんしているのは、一番たくさんしているのは看護師さんで、まあ、その看護師さんのほとんどは女性ですので、まあ、やはりこういう、まあ、感染症が起こって勤務がまずタイトになってくると、まあ、大体看護師さんには家族がいますので、そうすると、まあ、例えば、ね、働いている部署によっては
家に帰りづらくなったりとか、はいはい、あと子どもの、ね、逆に言うと今度子どもは学校に行かなくなったりすれば、まあ、今度家で子どもを見なければならないために仕事を十分できなくなったりとかっていうことがあってすごく大変。あとは、はい、あの今回本当にね、ああそんなことがあるんだなと思ったのは、はい、まあ普通、まあ、例えば私は泌尿器科なんですけど、泌尿器科の看護師さんは泌尿器科の、まあ、外来とか病棟で働いてるわけですけども、まあ、コロナ患者さんを受け入れるようになった病院っていうのは結構配置換えをしたところが多いんですよね。要するにコロナの患者さんをで どこで受け入れるかっていうと、その受け入れる、まあ、部署を作らなきゃいけないわけですよ。です、ね、コロナ病棟とか ねよく言ってますけども、はい、そうするともともとない病棟ですから、コロナ病棟っていうのはね、とそこを作るために働いてる従業員の数は一緒なので、配置換えをしなきゃいけなくなるわけですよね。そうすると今までの自分の専門とは違うところに行かなければならなくなったりとか、あとは例えばコロナの病棟で働いてくれって言われた時に断ると、今度外来に行かなきゃいけなくなったりとかっていって、こう配置換えにあってしまって、まあ、それが辛くてやめてしまったとかですね、いう方もいらっしゃるんですよね。あとは、まあ、今ちょっとそういうことを減りましたけど、あの最初に患者さんの数がバーッと増えた時に、やっぱりがんの患者さんとかはですね、今までと同じレベルで見れなくなってしまったんですね。手術とかも、まあ、待てる手術は全部延期してくださいとかですね、あとはもうがんの患者さんでも延期できるかどうかを私たちが考えて、何ヶ月か先に延ばしたりとかですね、でそうすると、まあ、やっぱり患者さんも不安になるので、まあ、またそのケアに入らなきゃいけないとかって言って、うん、まあ、仕事が増えてしまったりとかですね、はい、そういうこともあって、まあ、がんを見てる看護師さんはがんを見てる看護師さんで、まあ、別の悩みが出てくるし、また自分の専門じゃないところに移る看護師さんは、まあ、それはそれでまた新しいことをしなければいけないっていうこと で、まあ、かなりだからそれで現場も混乱して、まあ、それをやっぱり苦痛に思って辞めたりとかですね、した方がたくさんいたので、まあ、やっぱりすごくそういう意味では本当に大きな、そのコロナだけじゃない負担がですね、はい、現場にはかかってたなっていう。そうですね、あと病院と保健所もそうですよね。ああ、そうですね、まあ、医療従事者全体で、かなりの、まあ、労働 の過重というかですね、休みもままならない、そうですね、そういう状況も生まれてきますよね。はい、そういう中で、五輪が開催されようとしているんですけれども、このまま行くと、まあ、開催になってしまう、でもやっぱり最後まで声を上げるというのが、あの皆さんたちの活動ですけれども、今後こう私たちが、市民が、じゃあ自分たちでどう感染を最小限に食い止めるのか、自分たちにできることは何かと、おそらく皆さん考えていらっしゃると思うんですが、どんなことが言えるんでしょうか。まあ、今もう本当にあの、自粛が長くて外に出たい、特に若い人も、あとはワクチン2回打ったからちょっと旅行に行きたいとかですね、確かに皆さんそう思ってらっしゃると思うんです。でもう街見ると普通に歩いてたりとか、でその根底には一つはオリンピックを日本がやるんだと、まあ、いろいろその、あの政府がね、あの緊急事態を発出して抑えてると言いましても、でもオリンピックやるんでしょ。そうです、あのオリンピックってね、あの参加人数もそうですし、見ている人たちの人数とかも、あの入れると本当世界最大のイベントなんですね。そうですね。ですからこの世界最大のイベントをやる、要するにお祭りをやるわけですよね、でこれをやるんだ、やっていいんだっていうか、呼び込んでも絶対やるんだって言ってるわけだから、あの政府が出しているサインとしてはもう、あの
好きなことやってください、うん、っていうことでしょ、うん、で私それを個人ではあの言い古された言葉ですけれども、どうして自分のねその子供たちの運動会はなくなってしまったのに、オリンピックをやるの、っていう本当にそういうことなんだろうと思うんです、で自分だけ我慢してくださいと、個人的には我慢してくださいっていうのも限界がある、なのでここはやっぱり感染状況にもよりますけれど、まあ、この放送するときにはもう、直前なのかも始まってるかで、だと思いますけれど、いつ今例えば今やめたとしても、明日やめたとしても世界中から非難は一つも来ません。むしろ、国内からも世界からもあよくやった、よくやったっていうのはなんか褒めちゃうのはおかしいんですけど、でも順当だねと、それよりも今後これを続けてずっとも引っ張ってやっちゃう方がどのくらい犠牲者が出るか分かんないですよね。で一般の人、さっき の方ですけども、オリンピックはやってるんだけど、これ政府は反対のサインは出してるけど、とにかくお家にいてくださいというしかないです。で今流行ってるデルタ株っていうのはものすごい感染力あります、いっぱいとにかく爆発的に体の中でウイルスがたくさん増殖してしまうタイプなんですね、で去年は欧米がちょっと大変で、アジアは楽できました、でも今はアジアがもう至る所で火を吹いている、でアジア人がかかりやすいということもあるでしょうし、残念ながらやっぱ GDP とかいろんなことの関係で、ワクチンが遅れている、ワクチンを作っている生産国が、欧米でしたから、ですから、いろんな理由で、日本を含む、アジアがもうこれからメインの、感染にこう見舞われていくわけですけど、今インドネシアとかもインドがまあ少し落ち着いたら、インドネシア、タイとか、大変なことになっているんですね、でそれは明日の日本ですっていうことなので、もうなるべくもう人から人へに移るんだから人と会わないでくださいっていうしかなくて、ですからあとは国内的な雰囲気としては、私はもう本当にマスコミの方からにも申し上げたいんですけど、菅さんが、もう意地張らないで辞めましたっていう、将棋のねとかの投了じゃないんですけど、参りましたっていうことを言えるような雰囲気にしないとダメだと思うんですよね。逆にそうですね、世論の力で、メディアと多分ですね、菅さんという方はやっぱり、大変こんなことを言うのは おかしいんですけど、あまりご自分に自信がないのではないでしょうか。だから力で自分の力を見せるためにはここで引っ込めちゃダメだと思ってるタイプの方なんではないかと思うんですね。なのでというのは菅さんをよく知っている人に言わせると、菅さんというのはそんな強情じゃないとおっしゃるんです。割とよく人の話も聞くし、自分の考えが間違ってたら間違ってるって改めるんですって、ところがやっぱりそうじゃない人、あんまり知らない人に対しては非常に強く出ちゃう、なのでやっぱりご自分の力というのをここで引っ込めたら、なんでしょう、明にしたらもう自分が負けるみたいなふうに思ってらっしゃるかもしれないんですけど、これ菅さんが例えば辞めるって言ったら魔性化してるわけだから、若狭さんもね、辞めざるを得ないし、そんな人すごい死んじゃってまで続ける何者でもないわけですよね。なのでそこはすごくそういう方たちの辞めやすいような雰囲気を作ってあげるべきなんではないかと思うんですよ。でもうここまで来たら攻めない、あんまり攻めないで、だって選挙のこととかでもなんかね、支持率が低くなったからどうのっていうのはなんかこのところずっと今日あたりから出てますけど、もうそれはもう結果的にそのうち出るから、
もうその花道をオリンピックをやめるね、あの花道を作ってもやめればあの一番いい。それともう一つ大事なことは、やめた後のダメージコントロールができるかどうかです。やっぱこのまんま選手もらって一種のこう閉鎖空間じゃないですけど、あの日本のマスコミの方はあんまり入れてないし、情報もこれ東京都に逐一上がってくるようなシステムになってなくて、ガラス張り の情報管理システムにはなってないから、今日もイギリスの、選手、オリンピック選手委員会かなからイギリス人が何人か感染しましたというのが、あのオリンピック委員会から、プレスリリースが出てるということは、それが日本に直接来てるんじゃなくて、それは本国で競技に出れないと困るから、なんで出ないんだあの選手はって言われちゃうから、多分本国で発表するんですよね。その発表を受けて初めて知るっていうような、ですからそういう情報をしっかり一元化して、その患者さんたちはあのどこに入院されたのか、東京では相当ね、あの病院がたくさん分散していて、そうですね、10個ぐらいです、うん、10何個ですか。だから1箇所に入るようなシステムになってないんですよね。だからどこに何人どの国の人が入ったのかもさっぱり分かんないし、むしろ晴海というのは非常に都心にありますから、アクセスがどこの病院にもいいので、どこに行ってるのか分からない、ですので、その情報的にももう今もう非常にまずい感じになってますし、それから中であのもし無症状の人たちのスーパースプレッダーがいたりしたら、もうあっという間に広がってしまったりするんですよね。だからそのあたりの、ここからはダメージコントロールになっていくんだっていう共通認識が日本の人たち、あの日本に住んでいらっしゃる方も、それからそうでない外から今いらっしゃってる方も、それから特にもあのマスコミの方も、そういう認識がないと相当まずかろうと思います。今デルタ株の話も出ました。最初はアルファ株、そしてそれがデルタ株に置き換えられつつあって、でデルタ株というのは感染力も強いし、重症化するそのリスクも高いというふうに聞いていますので、重症化に関しては、あの、それほど重症化しない、例えばワクチンを2回打った国の人々はそれほど重症化しない。だからイギリスは感染者はデルタ株の感染者非常に増えてるのに、もうそのロックダウンを解除しちゃうんですよ。でその政策は間違いじゃないかと言われていますけど、ある一定ワクチンが効いてることは確かですね。そうですか。ただしそれは今そのイギリスだとか、まあ、アメリカとかもそうだと思いますけども、アジアに関してはやっぱり相当なくなってますから、その重症化ということが何を示すかというと、だからその、まあこれあのたくさん患者さんが出ればその割合とともに重症者も増えます。それから日本で今起こっていることは、2年前でさ50代の患者さんがワクチンができてないですよね。ちょうど一番後回しになる世代ですね。だから今40代50代の入院患者さんが増えている。あともちろん若い人ですから、前のように高齢者がすごくあの重症化をするというよりも、そうじゃない人たちが重症化をしてきている。逆に高齢の方はそんな出歩かないわけですよね。だからワクチンを打ってっていうこともあるけれども、やっぱりね打ってもそんなに出かけてないですよ、高齢の方は。そうですよね。あの打ったってことには安心されてるんだけれども、だからって言ってどんどん出かけてるわけではないですね。だからやっぱり、50代より若い人たちは打ってもいないし、でも仕事も普通にしてる。でもっと若い人になるともう完全に遊び歩いてるので、もうそのやっぱり若い世代の人たちは行動範囲も広いですし、ワクチンも打ってないっていうことで、まあ、状況的にはせっかく打った人は家でおとなしくしていて、打ってない人がどんどん広げちゃうみたいな感じになってるんだと思うんですよね。
でマスクをして、まあ、人と接触をしないと心がけていっても空気感染ということがあるんですね。そうですね、今や空気感染は世界の常識にはなっているので、日本はなんか未だに飛沫感染っていうイメージがあって、その未だに濃厚接触者っていうその近いところで唾が飛んだらみたいなことを未だに言ってますけど、もうそれは一昔前の解釈で、空気感染なので、どんなに広いところでも密閉されてたら感染しちゃうんですよね。だから環境ね十分にして、あの感染はスプレッドっていうか、このちっちゃい粒がバーッと、広がればそれを吸ったら感染しちゃうんですよ。ですからもうあのマスクだけしてれば OK とかそういうことではないんです、まあ、保健所の濃厚接触者の定義もまだ変わってないんですよね。そうなんですよね。マスクを取って15分以上1メーター以内にいる人じゃないと濃厚感染者にな濃厚接触者になってないんです。でそういう間からっていうのは一緒にご飯を食べたりとか、実は言えばこれ濃厚接触者なんだけど、こういう間柄しかないんですね。でも同じ会社の同じフロアとかにいたらもう完全に濃厚接触者です。そうですね、はい、マスクしてても、はい、あそうですね、マスクなんか飛び越えてきますよ ね、 そうですね。相当 N95 っていうのをしてても飛行機に同じ飛行機に乗っててだけで感染してましたよ ね、 そうですね、確かに飛行機とかバスとかもアウトです。そうですね。じゃあこれからポイントはやっぱり換気、換気ですよね、換気を良くする、でもこの季節つらいですよね。これだけ暑くなってくると、年中換気って言っても、とっても難しくなってくると思うんですよ ね、 そうですね、季節的によって。そうですね、まあ、そうは言ってもどんなことに気をつければいいですか。やはりこう あまり移動しないということなんですか。まあ、やっぱりこう不特定多数の人と接触する機会をなるべく極力減らすっていうことですよね。そうですね、今もう街は本当に東京は特に普通にもう満員電車も混んでます。あ、満員電車で出勤時間帯の電車も満員になってきてますし、まあその遅い時間にねお店が開いてないということを除けばもうほとんどコロナの前に戻ってしまっている感じですから、やっぱり本当に不特定多数の人と接触する機会はまた急激に増えていると思うんですよね。そうですね。そうするとやっぱり自宅になるべくいるということになるとまた最初の振り出しに戻ってしまいますけれども、このコロナウイルスのことで、自宅にいざるを得ない女性たちが例えばドメスティックバイオレンスに遭ってしまう、それから、まあ、強制的なね、こう抑圧された中で、子どもたちが追い詰められるという状況がまた繰り返されていくということになってきますかね。ですから、なるべく早く収束をさせる、ということを、またオリンピックをやるということ自体でね、そのこの出してるサインですね、どんなにあの出歩かないでくださいとか言ってもですね、これを掲げてる以上はもうこれ以上 の、 あのどうでもいいんじゃないのっていうサインはないわけです。だから本当にあのそれともう一つはやっぱりあの支援ですね、金銭的な支援、やはりあの、出すものは出すということと、あともうちょっとその、精神的なことも、まあ、何か例えば今のオンラインの時代ですからちょっと考えるだけ考えてあげたいとか、あとはその時間を区切って、少し外、まあ、例えば完全にロックダウンしてても、ヨーロッパとかでは2キロ圏内にお買い物に行ってもいいですよと、も当然マスクしてですけど、とかですね、あのそういうふうな何段階かあったと思いますけれども、いくつも参考になる例はあると思うんですね。そうですね。そうした参考になる情報をどうやって集めればいいかな、インターネットで
は集められる、インターネットもそうですし、私が全然やっているのは、まあ、はい、あの海外のニュースは有料で、テレビニュースは見るようにしてるんですけど、いいですね、あの NHK の BS で、はい、ワールドニュースっていうのが朝早くやってます、はい、でこれトータルで多い時1日4時間とか5時間とかやってると思うんですけど、これを、まあ、私の場合録画して見てると、ヨーロッパの情報はかなりちゃんと入ってくるし、あとアジアの情報も入ってくるので、はい、これは大変いい方法だと思うのですが、休日にはお休みになっちゃうんですよ、ニュースって別に休日やってないわけじゃないので、あのそのそのそれを、こういうスマホで深追いをしてみる、はい、例えば CNN に行ってみるというふうなことをやっていると、この自分が検索するトップ画面に海外のニュースが出てくるようになります、はい、あ、なるほど、そうですね、あの芸能人の離婚とかばっかり見ているとかね言うとそういうのしか出てこないんだと思うんですけど、私みたいに地震を追っかけてると地震しか出てこないのでおおって思うんですけど、それは私の私っていうかそれぞれの好みでニュースが出てくるので、あの海外のニュースを追っかけてみるっていうのも2、3日追っかけてると出るようになってきますので、じゃあ COVID-19 で見ていくと海外の状況もよく分かってくる、でもやっぱりその日本のメディアって海外の情報のを伝える量がものすごく少ないと思うんですよね、はい、だからね、まあ興味のある人が少ないからなのかもしれないですけど、やっぱりあの別にね、あのバラエティがいけないとは言わないんだけども、やっぱ圧倒的にニュースが少ないし、で日本のニュースがほとんどで海外のニュースってほとんどそのまあ、BS とかだったらまだ少しは流れてると思うんですけども、いわゆる地上波ではほとんどないですよね。そうですね、だから、やっぱりすごくこう積極的に取り入れようとしない限り自然には入ってこないので、はいはい、やっぱりそういうあり方ももっと変えていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、今日のお話だけでも、もう今や飛沫感染というよりは空気感染、こちらの方に気をつけなければいけないということも分かりましたし、じゃあこれから自分たちは何をするかっていうことを家族なり、まあ、会社の同僚でもいいんですが、やっぱり話し合うというのは大切かもしれないですね。じゃあこういう中で国への要望はまあ五輪やめて、なんですけれども、はい、ワクチンの普及ですかね。私それより検査をちゃんとやってほしいですね。やっぱり一番はね、全く足りてないですよね、検査。検査、はい。はい。だからあの確かにそのイギリスはね、あの感染者また増えてるけど解除に向かっているのは、まあ、かなりの数の検査をしてるんですよ、それでも、でやっぱりもうとにかく検査をして無症状の人もいるって分かってるわけですし、もう検査をして検査をして見つけて、その人たちを隔離するっていうのがもう基本なのに、全くやってないですよね、本当に。そうですね、東京オリンピックがあるっていうことが分かってたのに、やっぱり東京では検査本当にやれてないんですね。で、あの東京の人口って1400万人なんですけど、ちょうど武漢、中国の武漢っていうのと同じぐらいの人数なんですけどね、あの武漢の場合は唾液を、だーっと100人一緒にこう集めてやると1400万人の人口で10日間で PCR 検査が完了しちゃうんですよ。でこれあの武漢で始まってから、まあ2年は経ってないですね、1年8ヶ月とか9ヶ月ぐらいですけど、だいたい全世界にこの、まあ、これがパンデミックですって言われてから3月11日でしたよね、あのパンデミック宣言は、ということは1年半あったんです。この1年半の間にいろんな国はもう一生懸命 PCR 検査をもう頑張って頑張って、あのそれこそ本当お稽古して
一晩中24時間3交代で、PCR の、 検査、それから古い機械をどうやったら動かせるのかとか、みんなものすごくちゃんと頑張ってやってきて、でもそのうち、あ、こういう全自動があるよ、こういうふうにしたらいいよっていうのがどん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 、まあ、ヨーロッパの競い合うようにやってきたんですね。で、まあ、さっき申し上げたあのワールドニュースBS ワールドニュースとか見てると、こういう検査とかもイギリス、アメリカ、まあ、ニューヨークも総都市とかしましたけど、もともとイギリスでは相当で聞いてたんですけども、こうそうするともうフランスが真似するんですと、ドイツも絶対負けないと、ベルギーも負けないとこうやるわけです。でそれがもう大陸ですからつながってますから、 EU のニュースは EU でやるんだと思いますけれど、日本は例えば台湾とか韓国とか相当頑張ってた、まあ、中国みたいにはできなくてもね、台湾や韓国の真似はできたはずなんですね。でも絶対真似しない、悔しいから、みたいな、いやどうして真似しないのじゃないですけど、つまり何でもそうです、勉強でも運動でも何でもそうですけど、1年半そればっかりお稽古してたらうまくなりますよね。そうですね、そうですね。日本は全然お稽古してないからうまくなんないし、人数も増えないし、それからその代わりその行政検査、今1日何人って、今日も700何人でしたっけ、発表されてるのは行政検査で陽性になった数なんですね。行政検査ってことは要するに、まあ、言ってみると医療機関とか保健所に行って、まあ、ただでできる。だけどその他に自費検査っていうのがこの行政検査の100倍ぐらいやられてると言われてるんです。でもこの中には、例えば、自費検査の中には出張に行くからとか、あるいはふるさとに帰りたいからとか、そういうような、自分は何でもないと思うけど一応やってみるっていう人も含まれているので、必要に迫られてやっている行政検査よりもおそらく陽性者数は少ないとしても、でも約100倍あるんですっていう話で、でもその100倍のその陽性の人の結果は私たちは知らされないんですよね。したがって今発表されているものはもうサンプル、大きいカレーの鍋にで食事、結構おいしいんじゃないとか、ちょっと塩味が足りないんじゃないとか言ってるようなもんであって、大きい鍋の底まで全部見ているかって言ったらそんなことないわけですね。でも世の中にはこの大きい鍋全部味見ができる、だからそれが10日間で武漢ではできちゃう、中国ではバス1台用意すると24時間で2万件やってくる、それがバスだから移動できちゃったりとか、そんなこと、オリンピックにかけたお金とか考えてみたら安いもんですよね。ですね。そうですね。だからもうまずさっき前田さんがおっしゃったように、何をすべきかって言ったら、だって見えないものを相手にしてるわけだから、それをどうやって可視化するのかっていうとこからやんなかったら、一歩も二歩も全然前に進めないです。そうですね。検査体制の不十分はもう当初から言われてましたよね。でもやらないことが正義みたいになっちゃったもんね。そうなんですよ ね。PCR はやるといっぱい見つかっちゃって医療機関が圧迫されるからとか、あとはなんか 100% 正確じゃないからとか、なんかやらない理由はいろいろ考えて、でやらない方がいいって言ってやらないって言い続けたっていう、中国はね、1人の感染者を見つけるのに8000回の検査をしてるんですよ。はあ、そうですか。今からでもとにかく検査体制の充実、まあ、ワクチンの供給もそうですけれども、まあこのオリンピックのこの騒ぎで、日本が相当いい加減な国だっていうのは世界中にバレちゃいましたからね。もう怖いもんないので、これからまあ選挙もあるんでしょうけども、もう選挙とかは待たないでも、もうその菅さんに早くオリンピックをやめて今までのその心を入れ替えていただいて、今支持率低迷して悩んでらっしゃるんですよね。だから今までの全部逆をやったらすごく上がると思います、支持率。別にこれ嫌味でも何でもなくて、
本当一日でも早く今みたいな状況脱出しないと、今後日本はね、さっきおっしゃったようにどんな災害が待ってるのか分かんないですよね。でこの上にそういう自然災害が、これ自然災害じゃないですから、 COVID って。そうです、ね、日本においてはもう完全に、そう、人災っておっしゃってますよね会見でも、人災です、あと、まあ、仮に開催されたとして、選手が戻ってきますよね、自分の国に。その時にきちんと2週間なり行ったところで、それも見届けるべきですかね、はい、というのを私は申し上げているのは、今オリンピックたくさんいろんな関係者がいて、大体135の国から選手団が来てるんですけど、135人じゃ少ないんですけど、一緒に国に行って見届ける、本当に2週間隔離してるかどうか、そのくらいのことをすべきです。でそこのその隔離のホテル代も持つべき、日本が、で全てそういうふうにやって、東京オリンピックの、エフェクトが影響がないというのを、確認した上で帰ってきてほしいです、そうですね、それが、ちゃんと責任を取るということで、もしそこで何かが出たら、しっかりと全部なんていうんですか、病院医療関係から何から迷惑かからないようにう、ちゃんと、ね、話をつけて、そういうことをすべきなんで、呼んどいて、あとははい、じゃあ解散ね、バイバイっていうのはもうとんでもない話です、そうですね、これは国も今からでもできることですね、今からでもできます、できる、そのホテル代なんていうのは、そのビビたるホテル代と、あと医療と ね、それだけでやるだけでもかなり感染を防げることになりますよね、あと一つ将来的には、私災害のことも出たんですけど、日本というのはほとんど海に面しています、海に面してない県は長野県とか山梨県とか、福島県は海に面してるな、っていういくつか、岐阜県も海がないのかな、で、それ以外は海があるので、ぜひとも病院船を用意してほしいんです、変ななんとかなんとかっていうミサイル高いの買わないで、どんどんいい病院船を作って、防衛省っていうのは防衛医大っていう医学部を医者を養成する大学まで持ってるんで、の病院船はね、世界のいろんなところに出動してって、そこを世界的に貢献することもできるし、日本の災害にもすごく役に立つんです。でね、今回、IOC は日本の医療が医者がもし足りなかったらIOC が連れてくるって言ったんですよね、バッハさんはそういうふうに言ったんです。でも実は日本では、日本で医療行為をするときには、日本の医師国家試験に合格していないと、日本の医師免許を持っていないと日本では医療行為ができないんですよ、だから選手村で、の中で、例えばチームドクターが何かちょっとした処置をするっていうのはありだと思いますけど、その人が中心になって何か病院に行って、病院の施設だけ借りて自分がなんか調子を打っちゃったりとか、そういうのは NG なんですよね。ところがですね、病院船っていうのはですね、あれは治外法権なんですよ。だから病院船が浮いてて、病院船の中でいろいろやってもらうってことは OK なんですね。なるほど。で私実は病院船のすごいのを初めて見たのは1995年のルワンダの、94年かルワンダの大虐殺の時に、当時のフランス海軍が、ルワンダまで病院船を持ってきたんですよ、でその中をダーッとこう公開したのをテレビでやってたんですよ、すっごいえらい病院船でした、オペ室もいっぱいあって、それも麻酔器とか見ると結構最新でできたばっかりだったのかもしれないんですけど、でそのフランス空軍、フランス海軍が持ってる病院船すごいです。でこの間ニューヨークがもう火の車になった時に、アメリカのネイビーが2艘病院船を持ってきてニューヨークに接岸して、医療をやってましたね、というふうに軍隊でいい病院船を持っているアメリカの、病院船はなんか見たけど
そんなあんまりいけてないやつだったんですよ、やりやすそうは。だけどあの日本は本当に海洋国家なんだし、あのミサイルの中なんでしょう、そういうようなものじゃなくてね、病院船で、日本の災害、あるいは世界の災害に対応していく、というようなことが十分できるから、それは検討してほしいです。そうですね、あの去年じゃあこの五輪が延期しますよという時に、もしそういう発想の人が専門家会議にいたらですね、その船を病院船を借りるなりして今あれば、他国のお医者さんがそこに来て治療の応援もできるわけですね。その通りです。で、もしそのオリンピック決まったりなんかした時に、あるいはその1年半ですから建造からするのは大変でしょ。そうですよね。でも例えば中古のちょっとした船を改造したら、1年延期してる間に本当はできたでしょうね。できましたよね。そう、じゃあ今の専門でもなんか病院船の話って出てたでしょ、そうなんですか、確か。だけどそれはそれ以上話は進まなかった。いやだから本気度が足りないんですよ。そうですね、話題で、ね、あったらいいなぐらいで、本当にそれに対して検討してっていうことはなかったんよね、多分だと思います。豪華客船とか持ってたりするんだったら、それを改装すれば、ダイヤモンドプリンセスの時に、ね、まあ、換気が問題なので、もう全部こう海に面しているところをもう開けっぱなしでやってとかですね。でもそのくらいの知恵だって、もともとやってるのは晴海ですから、晴海は晴海ふ頭ですから。そうですよね、私実は中央生まれの中国育ちで、晴海ふ頭はもう小さい頃の、まあ、遊び場じゃないですけど、ちょっと遠いので遊びまでは行かなかったですけど、すごくしょっちゅう行ってた場所なんですね。でそこにはいつも行くと外国船がこう止まってまして、綺麗にライティングしてあるだったんですよ、昔から。だから止めちゃえばいいじゃないね、あの病院船を、ってずっと思ってました。だけど誰一人としてそんなことないままパンデミックになっても、東京の市中の病院を頼るっていうことは、東京都民のそれだけの医療がそがれちゃうわけだから。そうですね。でそれに対しても何も異議申し立てをしないで今まで来ちゃって、そうですね、でもうちょっと火がついてきたら大騒ぎっていうのは、これはすごくおかしいですよね。先ほどおっしゃったように武器を買うぐらいだったら病院船をっていう感じ。そしたら、あの時のルワンダの大虐殺にフランス軍が持ってったみたいに、世界中どっかの紛争とかそういうところに病院船ごと行って、でいやなどっかの海のお掃除してなさいとかね、一緒になってあの戦争しましょうなんていうよりも、いや日本はそういう貢献をしたいですっていうようなことを打ち出すっていうことでいいんじゃないんですかね。そうですね、そういう働きを防衛省ができる、はい、ということですよね、はい、あの日本中で起こっている災害に関して本当にあの自衛隊の方々のものすごくあの貢献があって、今もね熱海で一生懸命ご遺体を探してくださったりとか、もう311の時にはもう皆さん本当に感謝ですよね。でもしもそういう方たちも怪我した時に、あの311の現場ではそういうあの病院も全部潰れちゃいましたからね。だからそういう病院船とかがあれば、もう全部それこそ海岸線だったわけだから、もういくらでもその活躍ができたと思うんですね。今からでも遅くないから、これを教訓にして、そういうことをやっぱり大手メディアの方々も言う、それからあの一般の私たち市民も、あの何が何でも全部自衛隊ダメですなんていうことじゃなくて、今からの災害に関してはこういうことが貢献できますというのの一番いい例が病院船だと私はかねてから思っています。前田先生はいかがですか、まあ、国への、まあ、要望というかですね、もうあの先ほど健さんの話も出ましたけれども、提言なりありますかね。もう提言がしないですけどね。そうですね、いやでも本当にあの
もうちょっと、まあ、検査だけのことじゃない、まあ、ワクチンもそうですけどね、はいはい、やっぱりもうちょっと秩序だった、はい、科学に基づいた計画的な行動を取ってもらいたいなとつくづく思いますね。やっぱりちょっと言葉悪いですけど行き当たりばったりっていうか常にね、はい、そういう感じが否めないですので、まあ、例えばワクチンにしても最初から数決まってるわけですから、うん、どういうふうに使うべきかっていうことは、まあ、あの一応会議でね、はい、決めたんですよね。最初は高齢者か、医療従事者そして高齢者ってね。でも、まあ、状況が変わったりとかそれからまあ本当にねオリンピックやるつもりなのであれば例えば公共交通機関の人たちには積極的に早くから打つとかですね、うんうんうん、まあ、現状タクシーの運転手さんですら未だワクチンを打ってない人がたくさんいるわけですよ、はい、でやっぱりなんていうか計画性がないというか、ね、やっぱり限られたものを使って、はい、国民を、ねね、まあ、海外から来る人も含めてですけども、マネージメントしていかなければいけないのにもかかわらずなんかそのあまりに計画性のないこの対策というか、ね、それがねちょっと本当に残念でならないというか。そうですね、じゃあ間に入った自治体が大変ですね。そうですよね。結構やっぱり自治体の人、ね、皆さん頑張ってると思うんですよね。だからこんな状況でももう急にたくさん打てって言われればワクチンをものすごい勢いで打つ体制を整えたりとかっていうすごい努力してるし、まあ、実際やっちゃうんですね。日本人ってすごいなと私も思うんですけども、先導がいなくても、うん、いなくても頑張るみたいな、うん、怖いね怖い頑張りです。そう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 。だからやっぱりもうちょっとそれをちゃんとマネージメントする政府があってほしいなと思いますね。そうですね、はい、ということはやっぱり考えると今回全部無理だな計画なんですよね。本当にだからもうほらプラン B も C もないし、うんうんうん、もうなんかだから全てが後から後からこうすればいいっていうのが出てきて、うん、それでどん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 変わってしまって結局は何もちゃんとできないみたいな、はい、まあ、あの前田さんはあの外科系 の, あの医師なんですよね、泌尿器科医、私は麻酔なんですけど、はい、もしこれねオペ室に例えたらすごい怖いもうすごく行き当たりばったりで、まあ、いいから入れちゃえみたいなんで、もうじゃあお腹開けてたらって、今私ねあの菅さんが外科医でもうやるだけやろうって言って何のもプランもなくて開けてうわ大変なことになって、もうあっちこっちから出血してるしどうにもなんの、閉めるにも閉められなくても本当は泣きたいし万歳したいんだけどそうもいかないで景品館に行っちゃうみたいないや本当にだから、いやいや分かったよくやったよって言って君は降りて下ろしていいから、いや下ろしてよくないんだけどとりあえずもうあの、こことこことここは血管止めなくちゃみたいな舞台が次出てきて、うん、やんないことにはもうこれ収集できないから、ね、早くその、患者さんの前から、ね、あのちょっと知りといてくださいじゃないけど、とにかくこの手術やめましょうってことを宣言をね、はい、してほしいです。それが一番の安心安全じゃないですかね。あ、素晴らしい。そうですね、そうです ね, ね、何を基準に考えるかですが、やっぱり人々の命と安全ですよね、うん、これを土台にして考えていくと、まあ、おのずと回答は見えてくるということになりますかね。あの、はい、とってもオリンピックをやりになりたかったんでしょう、うん、で、まあ、バッハさんもそうなんでしょう、から収益的なことも考えて、まあ、もう引けないとか思ってる人もいるのかもしれないんだけど、うん、もしこれが大失敗に終わるってことが分かってたら誰も手出さないなんだけど、ほとんどの人が大失敗に終わるだろうと日本の人は思ってるんです。 80%、 私ここのとこずっと考えてたのは、あの災害っていう観点をこの国の人はものすごく持ってるんですよ。だから私はこれが災害なんです、パンデミックっていうのは人類が
初めて共通で体験する大災害なんですっていうと皆さんすごくピンとくるね。特に日本の人、日本の人はやっぱりいつか東京でも、うん、あの大きい災害来るんじゃないかとかね、やっぱり人ごとちょっと自分に来るまでは人ごとなんだけど、でもいつかはきっと来るよねって一生のうち絶対こういう大災害に遭わないなんて思ってる人はいないんですよ。もちろん来た時はびっくりしますよ。だけどやっぱりそうだろうねって思ってる人がとっても多いんです。で、日本というのはですから日本のに暮らしている人たちっていうのはその災害の認識度っていうのはとってもあの災害の知性、知的に災害を捉える力ってものすごく高い。その頭で皆さん考えてくださると、これめちゃくちゃすっごくリスク高い災害でしょっていうのが分かってくれるんですよ。で、それを分かんない人たちがなんか揃って昨日迎賓会で集まっちゃった的な、ね、だからやっぱり偉い人ほどこの災害を身近に、あんまり偉いとどんな災害が起こっても自分はあんまり関係ないから気にしてないんでしょうね。私たち一般的な庶民は災害が起こっても完全に立ちどころに自分の生活が持ってかれちゃうわけだから、なので偉い人ほど多分あんまりなんていうかな、あの無関心でいられるんじゃないかと思うんですよ。なので今回やっぱり東京のオリンピックを心配している約 80%、 78% っていうのは、その意味で日本の感性、この国に住んでる人たちはとっても思ってらっしゃると思うんですよね。そうですね、はいはい、じゃ あの前田先生からも一言最後にお願いいたします。そうですね、あの、まあ、まだ遅くないと私は思ってるんですけれども、ね、はい、あのやるにもやめるにも遅すぎるってことはないと思うので、うん、はい、まだ間に合いますよ本当に。菅さん、やめるなら今、ね、と思います。はい、分かりました。はい、今日はですね、五輪開催前に特番ということで、本当にこの五輪を実施して大丈夫なのか、大丈夫じゃないんですね。でも私たちもやはりそのこういう状況で自分たちに何ができるか、感染拡大を最小限に食い止めるには何ができるかということをやっぱり考えていかないといけない、まあ、それにはお二人がおっしゃったように不特定多数のところにはなるべく行かない、それとあと換気、マスク換気、もうこれだけでも自分たちでできることなので、なんとか感染を防いでいきたいというふうに私自身も感じました。はい、今日はお二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、進行は明珍美希が務めました。はい、ではごきげんよう。はい、ありがとうございました。